そうね。コウは私の本当の顔を知らないもの。私の全部を知らないもの。話せよ、月子。以上、光太郎さんに近づくことを許しません。動いてはダメと言ったでしょう。死にたいの。サヨタ、もういいんだ。リズルだ。あんたには関係ない。だから無理しないでくれ。関係なくなんかありません。言ったでしょ、あなたの支えになりたいって。さっきは不意をつかれたけど、ミブヤもニコも大したことないのね。なぜそれを。サヨタ、もうやめてくれ。そういうわけにいかないのよ、コウ。このままじゃダメ。これ以上コウタロウさんを苦しめないでください。サヨタ、月子、お前一体どういうつもりなんだ。答えによっちゃ本気で怒るぞ。コウにはわからないわ。私は彼女が羨ましいのよ。コウと一緒に表を歩ける彼女が。私はずっと病院のベッドでただそれを妬んでたわ。だったらそう言えばよかったじゃねえか。サヨタンは何も悪くないんだぞ。言ったからってそれが叶うの？お日様の下をコウと歩けるようになるの？無理よ。叶うわけがないわ。でも体調のいい時だってあっただろ。お前が言ってくれれば俺はどこにだって一緒に。嘘つき。あの時サヨさんを選んだくせに。学園祭の時か。それはその確かにそうだけどよ。だからコウは私のこと何も分かってくれてないのよ。本当は私だって一緒に行きたかった。でも足手まといになるのが怖かったの。なのに、なのに。月子、すまね。俺、お前の本当の気持ち分かってなかった。月子の大丈夫って言葉鵜呑みにしちまった。お前がそんな嘘を言うほど悩んでたなんて。だから今は嘘をついてないよ、コウ。私はもうサヨさんもコウも憎くて憎くて仕方ないの。嘘だ、信じないぞ月子。俺は
お前を、お前まで、俺のせいで悪党にしたくないんだ。孝太郎さん、月子さんを責めないで。さよたん、無理に起きるな。動かないで。月子、お前はそんなやつじゃないはずだ。月子さん、もうやめて。今ならまだ間に合います。同情しないで。私はコウが好きだったの。ずっとずっと前から好きだったの。だったらなんでこんなことするんだよ。好きだから、だから私はサヨさんを殺してコウを手に入れる。やめてくれ、好きか。姫の危機を救うためナイト参上ってね。メイちゃん、高雪さん来てくれたのか。大急ぎで帰ってきて正解だったみたいだな。こんなところに出くわすとはね。すまね、俺が不甲斐ないせいでこんなんなっちまった。いや、俺たちが来るまで生きててくれてよかったよ。さてと、もう一人のお姫様。そこまでして邪魔をしたいの。あいにくとその理由があるんだね。怪我人混じりとはいえ、4対1は分が悪いんじゃないか。確かに手ごわいわね、この絵高雪。特にあなたは。あなたの願いは別でしょ。どうして心を歪めるんですか。私の願いはこうだけよ。サヨさんの命を預けておくわ。早く治療してあげるので。月子さん、おい、サヨタン。大丈夫だ、息はある。早く応急処置をしないとな。だいぶ派手にやられたな。俺よりもサヨタンを。分かってる、大丈夫だって言っただろう。今は自分のことだけ考えてろ。くそ、体が動けば。月子だってサヨタンだって。いいから、病人は病人らしくしていろ。メイ、皇族はどうだ。コウモリどもの気配は。今は邪念を感じない。大丈夫。にゃん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 。猫さんも太鼓判だって。ならここで応急処置をした方がいいな。結構ヤバそうだ、急がないと。月子、サヨタ。やれやれ、あくまで他人の心配か。なるほど、筋金入りのバカだな彼は。
タカちゃん、これ救急キット。ねえ、もしかして月子お姉ちゃんは。かもな。それより治療は先だ。フミコ女子への連絡を頼む。うん。助かってくれよ。お前に死なれたらあいつまで。そう、これやばい。深出すぎる。出血も半端じゃない。まともな治療器具と医者がいればともかく、ここじゃどうしようもない。迂闊に表に出ればあのおっかないコウモリのことは餌食だ。怪我人二人も抱えてあの数とやり合うのは無理がある。タカちゃん、焦らないで。諦めちゃダメなのよ。コウタロウ兄ちゃんも戦ってる。必ず助けてやる。そうだな、すまん。俺としたことが取り乱した。メイ、サイちゃんの苦痛を和らげてやってくれ。ちときつめの薬を試してみる。うん、大丈夫。お姉ちゃんの心は私が守るから。よし。で、コウタロウの手をサエちゃんの手に。この二人は特別な関係だし、手を握らせてやれば安心するだろう。うん、コウタロウ兄ちゃん、お願いね。魂を連れ去られないように守ってあげて。なんだ？お姉ちゃんに力が流れ込んでる。脈が戻った。体温もだ。これなら薬が使える。いけるぞ。メイ、3番のアンプルだ。3番ね。はい、これ。止血は済んだから、こいつさえ使えればなんとかなるはずだ。聞いてくれよ。したのに、今はすごく力がみなぎってる。ふん、やっぱりね。ふみこさん？ふみこたんも来てくれたのか。前々から不思議に思っていたけれど、サヨ、あなたねじれた城でコウタロウの式神と融合したのね。あのザサエと。つまりコウタロウの式神になった。そんな、でも。ちょっと待てよ、フミコタン。そんなことってありえんのか？確かに思い当たります。それにプールの時もダンスの時もコウタロウさんと触れると力が湧いてきた。式神なら当然ね。術者と触れ合い魔力を供給しないと世界に溶けて消え去るわ。触れるって。
そんなハレンチな。事実を言ったまでよ。それにしても高雪、ひどい有様ね。面目ない。駆けつけるのが遅れた。まあいいわ。コウモリたちの相手はもう終わるしね。あ、探偵さん。くそ。なんて、俺一人であんな数の相手を。撃退したなら問題はないでしょ。そこで泣き言を言うんじゃまだまだね。さて、役者も揃ったし、報告を聞きましょうか。総合すると、月子城の吸血鬼としての力が目覚め、この事態を引き起こしたか。違うんだ、おっさん。月子はそんなやつじゃない。ま、そうだろうな。彼女の血に潜む古い魔力を目覚めさせた黒幕がいる。これまでの事件は全て月子さんを覚醒させるための呼び水だったのではないでしょうか。俺もそう睨んでる。ヤッコさんたちは強い魔力を持ち、宝太郎の近親者であるということで彼女を狙ったに違いない。城を形成し落とすための媒介としてな。おそらくはそうね。もしかしたら彼女に城を形成するに適したそういう因子があったのかもしれないわ。いずれにしても相手の魔術はクブ通り完成したと見ていい。なんでそんなことがわかるんだよ。どうしてわざわざ私がここに来たと思ってるの。東京中に怨霊が出たからよ、ついさっきね。なんだって。そんな、帝都の霊的防護をそうもやすやすと。それだけ敵が周到だったってことか。それが全部月子のせいなのか。落ち着いて、お兄ちゃん。メイちゃん、月子お姉ちゃんから悪い心を感じなかった。お兄ちゃんもそうでしょ。ああ当たり前だ、そんなこと。あいつはそんなやつじゃない、絶対に。ならそれを信じて。お兄ちゃんの知ってる月子お姉ちゃんを信じて。そうだな。教えてくれ、海子だ。おっさん、俺は何をしたらいい。何ができる。言うまでもないわ。9割の仕込みを終えて勝ったつもりになっている凡庸な指揮官に痛烈な反撃を浴びせることよ。その通りだ。まだゲームセットじゃない。それじゃあ状況を整理しよう。つい10分ほど前、新霊長から連絡があった。市内全域に亡霊が出たってな。学園祭でのあの荒見玉ですね。そうだ、俺たちの言うところの怨霊、霊の黒い水のような奴らだ。それだけじゃない。この写真を見てくれ。あのレコスにリンパウマン。ああ、一度は倒したはずの二人だな。まさか。いえ、でも他には。どうしたんだ、セウタン。